今回はですね、まあ、改めて、まあ、もう持ってない方はいないと思いますけどもまだ未蓄の方でねあのどうしたものかなって考えてる方がもしいたらですね一応自分としてはこのカセットコンロはもう絶対ね用意しておいてくださいカセットガスとねあとはやっぱり水ですねあのこれはもう本当に必要ですあのもう電気がね止まってしまったらもうどうしようもないっていう部分がありますんで 本当に、ね、今の社会ってもう電気に依存してますんで、まあ、そう考えた時にねやっぱりこの水ととカセットコンロはもう絶対必要ってことですあの当然ですよね、まあ、インスタントラーメンとかねそういったものを作ったりする時も、まあ、こういったカセットコンロと水があれば、まあ、あの当然入れ物いりますけどもやかんとかねそういうのいりますけどもそういったものがあれば本当にねしのげます。 ですからあの、まあ、先輩の、ねまあ、コメント欄の方でもあの食糧危機器のことが書いてありましたけどもやっぱりあの絶対もうこ,のこうやって、ね、備えておくというのは必要です、まあ、と,とにかく大きな船に入った時にライフラインが止まるってことはもうあの自分の概要欄にも書いてありますからもう絶対ねこのカセットコンロとカセットガスそれから水っていうのはもう必要ですこれは押さえておいてください。あとはねあの まあ食料とかそういったのはありますけどもこの度外となるものがないと話にならないんでとにかく他のカセットコンロとカセットガスそれからこの水っていうのはねあの多めにねあの水は本当に多めに自分も実際水は本当に多めに持ってますあの備蓄してますですからその点踏まえてあのしっかりとね準備していただければと思いますねまああの早くからねあの5つのことやってくださっている方はまあもう ある程度できているでしょうけども、また改めてねこの場で言っておきたいと思います。あのもう気づけば11月もあと1週間で終わりです。本当にね早いです。ですからあっという間にもう12月入ってしまうんで、この確かに今世間巷では Go to キャンペーンでねいろいろあの騒がしいっていうかねいろいろやってますけども、まず何を優先すべきかということを考えていただいて。 あの5つのことを、ね、しっかり実践するにおいてその備蓄という点ではこの抑える部分はしっかり抑えてお,いておきたいと思います、ね、あの抑えておいていただきたいこの点だけは、ね、改めてまた言っておきたいと思いますねよろしくお願いします、まあ、とにかくあの、まあ、何回も言いますけど体調管理していただいて、ね、5つのことをしっかり実践していただいてあの大きな苦難に備えていただければと思いますあと先輩の、ね、コメント欄の方はまめにチェックしてください非常に重要なことが、ね、あの書かれています ですからこの点もまた改めてよろしくお願いいたします。今回以上です。ありがとうございました。